はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、新型ウイルスが起こしている環境がですね、こんなところにも影響してしまってますよというお話なんですけどもね、まずこのね、環境をね、なんとかすべきとしてですね、世界各国の医学者たちはね、ワクチンを作ってますけども、まあ、有名なのがね、イギリスのアストラゼネカとアメリカのファイザーとモデルナですよね。イギリスのね、アストラゼネカはね、一部の人でね、血栓ができてしまうということでね、フランスとドイツはね、接種をね、中止されてしまったんですけども、WHO がね、調査を繰り返してね、まあ、このようなデメリットを上回るデメリットがあるんだよというね、調査結果をね、発表したことによってね、またその他の、ヨーロッパ諸国っていうのはですね、アストラゼネカを再開したんですけども、まず血栓が見つかったということでね、中止と再開というのがね、こう繰り返されています。で、一方でね、アメリカのファイザーとね、モデルナではですね、今のところはもう血栓が できるとかというような重篤なね、副反応は見つかっておらずですね、安全性に期待ができるとされています。ファイザーに関してはですね、アメリカの CDC 疾患対策センターっていうのがあるんですけどね、それの手法によりますとですね、1月13日までのね、ちょっと前のね、報告なんですけども、ファイザーのワクチンを接種したおよそ81万5千人のうちにですね、1回目の接種ではですね、接種部分の痛み、疲労を頭痛、筋肉痛、接種部分の腫れ、発熱、悪寒、関節の痛み、吐き気などがね、報告されてました。これらはね、予防接種においてはですね、大体予想されている反応なのでね、まあ、特に重症までもいかないくらいのね、副反応だと言われています。で、まあ、このようなことがあるのでね、ワクチン開発っていうのをね、難航しているのでね、なかなかこの状況でのね、環境を変えることがね、難しくなっている中ね、2020年の春のね、緊急事態宣言の時によってですね、手術などがね、止められてからね、まあ、交通事故で搬送された患者さんなどをね、まあ、緊急手術っていうのとか、で、急を要するがんの手術以外っていうのはね、まあ、先延ばしになってしまうというね、事態になって、まだそれがね、結構続いていて、順番を待っている患者さんがね、すごいたくさんいてるんですよ。しかしね、何度かね、その緊急事態宣言もね、解除されましたけどもね、まだ宣言されてしまっていたのでね、いつまで経ってもこの自分の順番がね、回ってきません。これはね、手術以外でもですね、各外来とかでのね、通院でも影響が出てますよね。まあ僕もそうなんですけどもね、予約を取ってね、毎回通院してるんですけどもね、その予約のペースがね、なかなか取れなくて困っています。そしてその中にはですね、院内のジムにてね、トレーニングとか、まあ、リハビリですよね、リハビリをしに行ってる人たちでも、その密になるとかね、人数制限があるのでリハビリをしに行けないという問題も起こっています。で、そんな人たちにとってね、リハビリをしに行けないというのはですね、かなりの過酷な状態が続くことになります。で、そんな人たちの中でね、最も多い症状とされているのがね、関節変形による関節痛です。主にね、下半身に多いのですけどもね、股関節とかね、膝関節がね、多いようで、リハビリをしないとね、痛すぎて歩けなくなってしまうようなんですよ。で、そんな人たちに対してね、いや、家で運動したらええやん、体操ぐらいその部屋の中でも家の外もできるやんってね、冷たい声が当てられてますけどもね、そんな簡単な問題ではないんですよ。軟骨の摩耗やね、なんていうんですか、骨の変形でね、激しい痛みをもたらしてしまうとですね、膝やね、股のね、関節のね、変性性膝関節症というのがあるんですけどもね、痛みによってね、歩行困難になるだけではなくてですね、転倒をね、恐れてね、外出を控えるようになるなどね、日常生活への影響がすごく大きいんです。抜本的治療法としてはですね、変形した関節部分にね、金属とかセラミックの人工骨に置き換えるね、人工関節置き換え手術というのがあるんですけどもね、まあ、でもそれはね、先生にね、一定量のね、技量がね、求められる上にですね、患者さん側もですね、手術後にね、リハビリが必要になってきます。そしてね、まあ、対象の患者さんのね、高齢化も進んでてですね、持病の管理とかね、リハビリの効率化などもね、求められているんですよ。2020年のね、5月にですね、人工関節センターっていうのをね、開設してね、難しい症例へのね、しっかりと対応とか、そこの先生だとかね、そのリハビリスタッフの教育にもね、力を入れてるね、東京医科大学病院でもですね、事情は同じと言います。
つはね、膝関節っていうのにはですね、70代でしょ。で、股関節っていうのは60代の患者さんがね、中心だったんですけどもね、最近ではね、80代でも増加しててですね、手術中のね、全身の管理とかね、手術後のリハビリのハードルもね、結構上がってしまうというほどなんですよ。で、またね、高齢者の中ではですね、人工関節素材のね、耐久性がね、飛躍的にね、伸びる以前にですね、置き換え手術をしたためにですね、インプラントが摩耗してしまって、この人工関節のインプラントというのはですね、コバルトクロム合金とかね、チタン合金などの金属やね、セラミックプラスチックから作られていてですね、体内に埋め込むという意味でですね、歯のインプラントと同じように呼ばれています。で、それらの両足へのね、人工関節の耐久性というのはですね、約15年から20年と言われてますけどもね、必要に応じてね、再度入れ替えることができます。言い換えるとですね、15年から20年経つとですね、再度手術をせなあかんという人もね、出てくるということなんですよ。で、これね、僕の友達のね、女の子が、一つ下の女の子がいてるんですけどもね、5年くらい前にね、突然ね、私膝めっちゃ痛なってなーって、駅の階段から登られへんことになってさ、きっと運動不足やからまあと思って、新しいスニーカー買って家の前を走ろうと思って走ってみたんやん。そしたら2歩目くらいでガクンってなってな、で、力が入らんくなってこけてしまって、とうとう病院に行ったらな、変性性膝関節症って言われてんでね、こう打ち上げてくれてね。でもね、この子ね、家の前を走るって言ってね、走ったんですけどもね、走り方に問題があってね、まず最初にね、走ろうと思った時にね、例えばその家の一区間をぐるっと回ってね、歩いてみたりとか、軽くジョギングから始めますよね。でもこの子はね、家の前の道をね、電信柱から電信柱のね、いきなりダッシュしたんですって。しかもそんな状態をね、克服しようとしている体の状態なのにね、そんなことをしてしまったらね、それは膝やられますよね。まあその子はね、その後に手術したかどうかはね、まだ聞いてないんですけども、連絡が今のところね、途切れてしまっているのでね、どうなってるか分かりませんけども、まだ30代なのでね、今その手術をすればね、これから20年経ってもね、まだ50代なので、その頃にまた再手術しなあかんかもしれません。まあそんな感じで、まあね、手術法とかね、人工関節自体っていうのはね、これまでに比べてね、まだ大きく進歩してますけどもね、医療的には十分なケアが必要な事例も増えているとね、指摘がありますのでね、まあその彼女もそうですけどもね、十分なリハビリが必要となってきます。このためにこのね、人工関節支援ってあります。他の機関でもそうなんですけどね、人工関節に関してはですね、手術の約1ヶ月前のね、検査入院にね、糖尿病とかね、高血圧などの患者さんのね、持病のね、有無や管理状態やね、手術前のね、歩行能力とかね、日常生活への支障の度合いなどをね、把握するようにしていてね、その後の体調とかね、その手術後のリハビリ計画っていうのなどまでをまとめて手術に臨むようになっています。手術後っていうのもですね、感染症などの合併症に警戒しながらですね、歩行とかね、日常生活動作獲得のね、リハビリのために最低でもね、2、3週間っていうのはね、人によっても1ヶ月ほどね、入院してなあかんのですよ。特にね、高齢者の場合はですね、体力とかね、運動能力が低下している上にですね、人工関節を取り付けている骨もね、弱くなっていることがね、多いためにですね、慎重な診療とリハビリが求められます。新型ウイルスのね、感染拡大というのはね、このように医療の活動にすごく影響しています。ね、先ほども言いましたけど、2020年の春のね、緊急事態宣言時にはですね、手術が止められてから、交通事故とかで搬送されたね、患者さんなどのね、緊急手術とか、急を要するがんの手術以外はね、止められてましたけどもね、こう繰り返されているね、緊急事態宣言がね、もしこの1ヶ月ね、延長されればですね、それだけでね、その患者さんのね、体力とかね、筋力っていうのは低下してしまうのでね、いつ手術や治療やリハビリがね、再開できるかわかりません。で、それにね、その感染症患者さんのね、その入院の長期化でね、病床が塞がってしまうこととかね、手術後のリハビリ、理学療法士がね、患者さんと密着をせざるを得ないためにですね、新型ウイルスの感染リスクがね、生じてしまうなどのね、対応をね、迫られる問題がね、相次いでるんです。まあ、結果的にはですね、リハビリの時にはスタッフがマスクだけではなくですね、フェイスガードをね、着用するなどの対策もされてらしてですね、早いところではね、去年の2020年の、ね、7月にはね、もうほぼ通常通りのね、受け入れが可能となったところもあります。まあ、ただね、その受け入れが可能になったにはなったんですけどもね、影響がなくなったわけではありません。まあ、本来ならばね、一定のレベルまで、ね、リハビリするためにね、患者さんの自宅近くのね、リハビリ病院に転院するのがね、いいんですけども、新型ウイルス感染対策っていうのを理由にね、されてね、受け入れてもらえない事例もあります。このためにね、入院期間が延びてしまったりとかね、リハビリを完全に終えられずに、退院帰宅せざるを得なかったりする例もね、出てきてるんですよ。しかもね、大阪、兵庫県、
宮城県に対してですね、政府はね、この前の3月31日にですよ、新型ウイルス感染症のね、感染が再拡大している大阪から、要請を受けてね、その大阪府にね、まん延防止等重点措置、まん防をね、適用する方針を固めてね、4月1日に正式に決定して、4月5日から5月5日までの1ヶ月間というのを長い期間ですね、適用されることになったのでね、まあ、これにちなんで、各医療機関もですね、臨戦体制をとってですね、また新しい制限が発生すると思います。まあ、そうなるとね、まあ、今回はね、変性性関節症というお話で、まあ、これはまあ整形外科になるんですけども、まあ、もちろん他の科でもね、予約が取れなくなって、症状が悪化するかもしれません。なのでね、まあ、早く収束してね、その医療機関以外でもね、通常営業がね、できる日が来るようにですね、皆さんもこれからもね、できるだけ密を避けて、感染対策を心がけてください。そんな感じでね、新型ウイルスが起こしている環境がこんなところにも影響してしまってますよというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。